はい、こちらね、また出てきました。私がね、難波小田ロード周辺で買ってきた、こちらね、5年前、10年前、15年前の、そのお店で買ったやつなんですけど、これね、1つあたり全部ね、20円で買ってます。で、これ、1、2、3、4、5、これ5個で、まあ100円じゃないですか。で、これは、何かというとね、2003年のドラえもんのね、セブンイレブン限定のやつの、まあ、ドラえもんだけじゃないんですよ。まあ、ドラえもんが中心とされた、ジュースについてた、食玩なんですけど、その中にね、このパーマンも入っていまして、で、パーマンのやつはね、これ5つでね、ちょうどコンプリートするんですけど、まだね、他にドラえもんがあるんで、オールコンプリートではないんですけど、その2003年のドラえもんのね、中のこのパーマンとして考えたらこれでね、コンプリートなんですけど、もう一個ね、ちょっと待ってね、どこ行った？あ、ほらね、もう一個ダブってるんですけど、僕ね、よく言っているのが、結局同じものをね、よくわざとダブらしてるんですけど、これもね、僕、絶対値段が上がる自信があったんで、今回はこの5つのね、コンプリート状態のやつが出てきたんですけど、これね、確かこの5つのコンプリートバージョンが、あと8セットか10セットぐらい持ってると思います。で、あとは、残りがね、これが10セット以外で、このブービーが今みたいに出てきました。これがね、あと20、あ、ごめんなさい、5個あったり、3個あったりで、この8セット以外でですよ、この、女の子がね、5つあったり6つあったりね、ものすごいわざと僕ダブらしてるんですよ。で、当時もこれ買った時ね、値段が上がるの分かっていたので、もうこういうね、安い値段の時に仕入れたというか、買い占めときました。ま、これがね、順番で言いますと、これね、ものすごい出来がいいんですよ。これね、バード、ごめんなさい、ピントが合ってないです。バードなんですね。でね、結構ね、みんな知ってる方多いと思うんですけど、結構観光客、外国人の方がね、日本のアニメ好きな人が多いんで、ドクタースランプあられちゃんのファンがいたりね。で、あとは、バカボンのファンがいたり、おそ松くん、まあ、おそ松さんですね。あれのファンがいたり。でね、結構ね、パーマンがね、好きなね、外国の方もいるんですよ。あ、外国人の方もね。で、こちらが、バードマンで、こちらがね、言わずと知れた、1号ですね。諏訪光男ですね。これもね、ほら、出来がいいんですよ。これ、あれですよ。ボトルキャップの質とちゃいますよ、これ。もうすでにね、超えてますね。で、こちらと、でね、こちらが、女の子ですね。ね、毎度毎度ですけど、はい、世の中のね、お父さんにサービスですね。まあ、こちらのサービスに関しては、なんかあれですね、なんか何ですかね、サザエさんに出てくるワカメちゃんみたいなね。サービスなようでサービスでないみたいなね。今こちらの方と、これがね、パーヤンですね。ワテワーっていう大阪弁使う人ですよね。これ綺麗でしょ？このほら、光のこの反射具合でわかるでしょ？これほとんどね、新品じゃないんですよ。新品じゃないけど、新品に近い状態なんで、これものすごくね、状態がいいです。で、これはね、双子のね、ブービーですね。まあ、今冗談で言ってるだけで、本当は双子でも何でもないんですよ。中でもね、一回間違ってた、ごめんなさいね。ブービーって、アニメの中でね、古い記憶なんですけど、二人いたような気がするんですよ、なんか。間違いやったかな？まあ、こんな感じなんですけど、で、こちらもね、現在は、オークション、ヤフーオークションでは、この5つのコンプリートだけで、最高額がね、1500円で競り落とす一例がね、あったのと、平均は、この5つでね、この裸の状態で、1000円ですね。平均1000円になってますんで、10倍のお値段になってますね。昔私はこの状態で、100円で買ってますんで、20円かける5。ほんで、これをね、あと8セットプラス、ほんで、8セット以外にもこれがね、またさらにダブリが4つとか3つとかありますので、まあね、今となってはね、あくまで毎回、耳タコなこと言ってるんですけど、オークションオンリーの話なんですけど、オークションのオンリープラス、
一例で考えたらね、ものすごいね、値段が上がってきてます。はい、今回ね、こんな感じで、パーマンのね、ペットボトルキャップ、ドラえもんのね、セブンイレブン2003年の、限定の時の商品なんですけどね。まあ、こういうのもいろいろ持ってますので、もしよかったらね、私の動画の内容を見ていただいて、いいなと思ってくださった方、ぜひ、チャンネル登録とコメントの方をよろしくお願いいたします。